ご視聴いただきありがとうございます。この度新型コロナウイルス感染症の影響などで売上が減少した事業者が事業を継続できるよう、家賃・賃料の負担を軽減するための家賃支援給付金が整備されました。簡単な実例を交えてご説明します。この制度では法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円まで給付が受けられます。支給額は申請時の直近1ヶ月の支払い賃料に基づいて算定した額の6倍です。申請期間は2020年の7月14日から2021年1月15日までとなっています。給付の対象となるのは次の4つの条件を満たしている場合です。1つ目、法人の場合2020年4月1日の時点で資本金の総額が10億円未満であること。資本金の総額が定められていない場合は常時使用する従業員が2000人以下であること。2つ目、2019年12月31日より前に事業を始めていて今後も事業を継続する意思があること。3つ目、2020年5月から2020年12月までの間で新型コロナウイルス感染症の影響などでいずれか1ヶ月の売上が前年の同じ月と比べて 50% 以上減っていること、または連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比べて 30% 以上減っていること。4つ目、他人の土地や建物を自身で営む事業のために直接占有し使用・収益している対価として賃料を支払っていること。この4つの条件を満たしている場合に家賃支援給付金の給付対象となります。それでは3つ目の条件、売上減少の算定方法について具体例を見てみましょう。まずいずれか1ヶ月の売上が前年同月と比較して 50% 以上減っていることの要件についてです。事業者 A の2020年5月の売上は30万円でした。これを前年2019年の同じ月、つまり5月の売上80万円と比べると 62.5% も減少したことになります。条件である 50% を上回っているので給付を受けることができます。また事業者 B の2020年5月の売上は60万円でした。これを前年2019年の同じ月、5月の売上120万円と比べると減少率は 50% となります。この場合でも条件である 50% 以上となりますので給付を受けることができます。次に連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30% 以上減っていることの要件について見ていきます。事業者 C の2020年5月の売上は60万円で、これを前年2019年の5月の売上80万円と比べると減少率は 25% となります。1ヶ月の売上で比較すると先ほどご紹介した要件である 50% 以上減少の要件には該当しませんので給付を受けられないこととなります。6月7月についても1ヶ月の売上で比較すると 50% 以上の減少とはなりません。ここで5月から7月の連続する3ヶ月の売上の合計で比較してみます。2020年5月から7月の売上の合計が200万円、2019年の同じ期間の売上は300万円となります。3ヶ月の合計で比較すると 33.3% の減少率となります。連続する3ヶ月の売上の合計が
前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30% 以上減っていることの要件に当てはまりますので、事業者 C も給付を受けることが可能となります。このように1ヶ月の比較では対象とならない場合でも、連続する3ヶ月で比較した場合は給付の対象となる場合がありますので、ご確認ください。今回の給付金制度では、売上比較ができない様々なケースに対応した特例があります。そのうち主なものを3つご紹介します。1つ目は、創業が2019年10月で、売上の減少が2020年5月の場合です。この場合は比較対象となる前年同月、つまり2019年5月は創業前なので売上はありません。この場合、創業特例として2019年10月から12月の売上の合計の平均額と2020年5月の売上を比較することができます。2つ目は、災害などにより2019年度にも売上の減少がある場合です。この場合には罹災特例として、罹災証明書があれば2018年度の売上で比較することができます。3つ目は、2020年1月から申請月までの間に法人化した場合です。この場合は法人化前の売上と比較することが可能です。ただし、法人化が2020年4月1日までの場合は法人として、4月2日以降の場合には個人事業者として申請することになります。法人と個人事業者では給付金の額も異なりますので、ご注意ください。この他にも、合併・連結納税・確定申告未完了の場合にも特例があります。特例で申請の場合は、申請内容の確認に時間がかかることがありますので、ご注意ください。給付の対象となるのは賃貸借契約で、売買契約は対象になりません。また賃料と共益費・管理費は対象となりますが、それ以外の電気代などの費用は対象となりません。ただし、共益費・管理費は賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は算定の対象になりません。算定の根拠となる契約期間はご覧の通りです。賃料の滞納などがある場合は対象となりません。算定の根拠とならない契約もありますので、ご注意ください。算定の基準となる賃料は、2020年3月31日時点の賃料と、申請直前月の賃料に変動があった場合には金額が低い方の賃料、変動がない場合には申請直前月の賃料が基準になります。また何ヶ月かの賃料を一括で支払っている場合には、直前で支払った賃料を月割りにした額が基準になります。法人の場合は、1ヶ月の賃料が75万円以下か超えているか、個人事業者の場合は37万5千円以下か超えているかで算定式が異なります。算定式に当てはめて算出された給付額の6倍の金額が家賃支援給付金の支給額です。法人には1ヶ月の賃料が225万円を超える場合に、1ヶ月の給付額の上限100万円が支給されます。個人事業者には1ヶ月の賃料が115万円を超える場合に、
1ヶ月の給付額の上限50万円が支給されます。特例として地方公共団体から賃料に充てるための支援を受けている場合には、家賃支援給付金が減額される場合がありますので、ご注意ください。申請にはいくつか必要な書類があります。特に注意が必要なのが、賃貸借契約の存在を証明する書類です。申請者ご自身の名義で契約されていること、2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要です。ただし契約期間にこのいずれかの日が含まれていなくても、賃貸借契約等証明書を提出すれば申請できる場合があります。法人と個人事業者では必要書類に違いがありますので、ご注意ください。最後に、間違いやすい事例とよくある質問を列挙しました。このほか、気になる点、わからない点、申請手続きに関するお問い合わせなどは、ご覧の相談窓口にお尋ねください。